海トリオ、海ディグダの進化系、水タイプだが泳がない&岩から動かない。ダグドリオ同様3体セットとなっており、そして似ているが全く別の種類のポケモンである。種族値はダグドリオと同じで優れた素早さを持ちますが、耐久力は絶望的なので気合のタスキを持ちたいところ。通常特性は海ディグダと相性が悪く、隠れ特性も同様。専用技のトリプルダイブは気合のタスキや身代わりの貫通を狙える連続攻撃だが、威力は低くあまり効果は期待できない。しかもゴツゴツメットを相手が持っているとこちらにもダメージが入ってしまう。ちなみにダグドリオが使えた地震やステルスロックを覚えることができません。海トリオは水タイプらしく冷凍ビームや吹雪といった氷技を覚えますが、特殊技であり期待はできない。素早さが速いがそれより上のドラパルトやマスカーニャたちの方が早いので潰されてしまう。コイキング SV の環境では跳ねる、体当たり、ジタバタしか覚えることができず、強力なタイプ一致技であったハイドルポンプを失ってしまった。 SV ではテラスタルでタイプ変更できますが、コイキングはテラバーストさえ覚えることができない。本当に弱くなった残念なポケモン。金コイキングの企画の時だけ注目を浴びます。